はい、こんにちは。こんにちは。大変お久しぶりです。田中トム。はい。1ヶ月ぶりですね。はい、はい、田中トムです。今回、テンソルフローやります。やっていきます。はい。はい、テンソルフローとは、はい、Google がオープンソースとして公開した、機械学習やディープラーニングが行える多層ニューラルネットワークライブラリー、はい、と。うん。ということで、画像処理とか、まあ、実際の Google のサービスで使われていて、まあ、割ともう最近ではメジャーになってますよね。そうですよね。いろんなところで。はい。で、まあ、研究用としても、プロダクト用としても利用できて、うん、まあ、スパコンとか、Android 端末でも、まあ、スケーラビリティが非常に優れてるらしいので、今、まあ、その、まあ、ものに合わせた、はい、まあ、実行を行うという。うん、そういうものになっています、はい、ということで、とりあえずまずはいつも通り公式サイトを見てみましょう、はい、こんな感じですね。はい、英語で書かれてます。はい、はい、で、まあチュートリアルがあるんですけれども、まあ、それをきちんと日本語に訳してくれてるところがあるんで、一応それを紹介しておきます。ここがこのサイトが TensorFlow のチュートリアルを割ときちんと日本語に訳してくれてます。うんうん、なので、まあ、初めて触るという方はこちらを参考にしてみてもいいのかなという感じですね。はい。はい。で、つい最近、そうですね、9月9日に、バージョン 0.10.0 がリリースされました。まあ、頻繁にそのアップデートもされてるってことですね。はい。はい、で、まあ、コードリポジトリがありまして。GitHub上で。はい。はい。で、まあ、参考記事。参考記事、これ何でしたっけ？これが、その書籍にもなっている、TensorFlow を始めましたっていうのの、書籍の転載の、記事なんですけど、ここで、その、なんだろうな、概要とかそういう名称、よく使われる呼び方とかそういったところをまあ説明してくれるんで、そのサンプルコードを見る前にこれを一回一通り読んでおくと、ああこれのこと言ってるのねって理解しやすくなるような記事です。なるほど。はい。で、あ、そうですね、この本の半分くらい確か載ってましたね。うん、半分以降はまあ本買ってねっていう内容なんですけど、前半部分でその基礎的なところが全部一通り、あの、なんだ、まあ、転載で全部書かれてるんで、はい、はい、まあ大体これ読めばなんだそういうことかっていうのが分かるような感じになってますね。そうですね。はい。はい。はい、ということで、まあさらにもうちょっと説明を加えていくと、まあ、最近あのキュウリの画像認識で結構この TensorFlow 話題になりましたね。はい。なんかキュウリ農家の、キュウリの識別っていうのをするらしいんですけど、まあ、ランク付けがあって、まあ、それを、はい、まあ、画像認識でバババッとやってくれると、まあ、非常に面白い開発内容なので、まあ、興味があれば見ていただけるといいかなという感じです。はい。で、まあ実際にですね、いつも通りこの TensorFlow を触ってみました。はい。ということで、今回やるのは画像認識とか全然やらないで簡単な部分ですね。あの数値計算とか、はい、まあ最初にあのTensorBoardっていうのを使って、はい、まあ、どんな感じで処理をされるのかなっていうのが見れるようにしていきたいと思います。最初のサンプルコードがこんな感じですね。はい。もう Python で書かれてあって、最初に TensorFlow のライブラリをインポートしてきますと。はい。で、ここら辺は後で話もあるかもしれないんですが、常にそのプログラミング上で変数とかそういうものは全部ノードと呼ばれるものに置き換えられてるんですね。はい。それで後でそのセッションって呼ばれる動かすところで実際にそこに数値が入って
計算されて最終的な出力を出すと、それまでのどんどん宣言をしていくっていう形が、はい、まあ、準備段階と、はい、まあ、セッションで実行段階っていうので分かれてるっていうことですね。はい、はい、ということでこれのテンソルボード見てみましょうか。すぐ出せますか。はい、はい、さっきは、バリアブル変数とプレースホルダーっていうのを、宣言してました。で、プレースホルダーっていうのは実際に実行時に変数の入力が、はい、まだここでしてフィードディクトっていうところで、はい、Go っていうものをそのプレースホルダー指定したものを入力しています。はい、はい、で、バリアブルの方は最初0が入ってますね、はい、でそれが図になるとどうなるかっていうと、バリアブル最初0が下のこの部分ですね、ここ0が入って、でプレースホルダーは5が入りますと。で add っていう関数があって、うん、はい、で、まあ、その add されたものを、上のアサインのところでですねバリアブルにアサインしているので、はい、プレースホルダー足すバリアブル0足す5なんで、5がバリアブルに、代入されると、はい、でそれをさらに、アドの結果とバリアブルの結果で丸 かけるですね、はい、積を出して、で25っていう値が返ってくる、はい、まあ実際動かしてみましょうか。こうすると、はい、25という数値の結果が返ってきてますと、はいはい、まあ、それを分かりやすくですねテンソルボードは図にしてくれてるという感じですね。もう必ず絶対グラフっていう風な形にして、もう処理をなんだ C++ とかそういう低レイヤーで計算できるように、はい、もう全部グラフに一回変換するっていうのがこれの特徴でもありますね。はい、はい、で、次が、まあ、実際に今度はですねフィズバズの問題を、はい、これからまあ、この機械学習を使って、まあ、解いてみようっていうのをやるんですけれども、はい、流れがありまして、さっきのやつは全然機械学習ではなくて、はい、まあ、ただノードを、まあ、作って、うん、で表示させたっていう、はい、計算したっていうだけなんですけれども、まあ、それを実際機械学習に落とし込むとどういうふうな処理の流れになるかっていうと、はい、まず推定を行います、うん、でそれを答えと比較します、はい、で比較して、誤差が出ます。どれだけずれている、はいはい、まあ、ロスファクターとか言われるんですけれども、はい、で、まあ、ロスファクターを見て、勾配効果法というのを今回使って、まあ、修正していくと、はい、で勾配効果法に関する記事が、その画像の下にありますね、はいはい、ちょっと見てみてください。まあ、どんな感じになるかっていうのを、分かりやすく動画で見てくれてます。勾配なんで、この傾きですね、うん、この傾きが、まあ、緩やかになる方向に落ちていくと、はい、で一番緩やかになったところで止まるっていう、まあ、誤差をこうそれで縮めていくっていうことをやるみたいです。ちょっと詳しい理論については、はい、はい、ご自分で、はい、見てくださいという形で今回はやりません。はい、で、さっきの話に戻るんですけれども、それで修正をどんどん加えていって誤差を縮めていって、でそれで、まあ、できた学習が完了したっていう段階で、まあ、実際にその学習してまあ他の入力があった時に、はい、でこれは何だっていう答えを出すんですけれども、その答えと、実際に正解が合ってるかっていうのは今度、テストデータを使って、はい、検証します。ほぼ別のデータを使ってて、学習用データだとほぼ 100% の正答率になってるけど、はい、それが本当にテスト他の知らないデータでもちゃんとうまくできるのかっていうのを確認するためのがテスト用データ、はい、そうですね、はい、で学習をするんですけれども、学習をした時にですね、その
そのデータ依存、学習用データ依存をしすぎることを、過学習、オーバーフィッティングって言います。まあ、下にちょっと図を載せたんですけれども、まあ、点が打ってあって、それがまあ学習用データだと。で、学習用データにあまりにもフィッティングしていると。もうそこだけにフィッティングしたものが、まあ、右の図になっていて、で、本当は欲しいのは、正解は左なんですけれども、まあ、学習用データだけに特化すると右になってしまうと。というのを、まあ、実際に見なきゃいけない。というのが、機械学習の主な流れみたいです。はい。はい、ということで、まあ、実際にフィズバズやってみましょうか。そうですね。はい。まあ、よくある問題で。まず、フィズバズについてはあんまり説明する必要はないですよね。前回も。はい。そうですね。やりました。エリクサーの時とか、サンプルでやりました。はい。まあ、一応説明しておくと、はい、3の倍数の時は、フィズ。はい。5の倍数の時は、バザーズ。で、3と5の倍数、まあ、15の倍数ですね。の時は、フィズバズ。を出力する。他の時は数字を出力するっていうものを、その学習させていって、じゃあこの数字はフィズ、はい、バズどっちっていうのをどんどん聞いていくという、はいはい、でまあその結果、機械学習した結果っていうのと、はい、まあ実際の本当のフィズバズ、うん、下のところに書いてありますね、そこの関数の、算出したフィズバズっていうのが、まあ、どのくらいフィットしてるかっていうのを、うん、メインのところで、まあ、雑に、はい、比較して、はいいいのが書いてあります。はい。はい、じゃあ、まあ実際に動かしてみましょう。はい。はい。で、今、100回ごとに、結果、フィッティングの度合いかな、はい、を出しています。で、まあ徐々に1に収束していくはずです、はい、で今1万回でしたっけこれを回しているの で、ねはいまあ、1万回結果が出るまで待ちましょう、はい、今これは CPU だけの、計算方法でやってるんですけどもうちょっとなんだグラフィックの使って計算したりするともっと速くなったりするんですが CPU だとこれくらいが限界ですね計算速度はいで今ようやく8000まで来ましたね、はい、もう1に収束してますねでこれで結果がもう出ますはい、はい、出ましたとで今98% っていうのが下に出てるんですけれどもまあ、それが実際に、はい本当の結果と、この TensorFlow が出してくれた結果っていうのを比較したものになります、はい、まあ 98% ありました結構今回はそうですねひどい時だと 89% とかそんな感じになったりもするんですけれどちゃんと学習ができているってことですねはい、はい、ということでまあそうですね学習ができたとはい、で、まあ、今回しゃべること用意してたのはそのくらいですね。はい。はい、ということで、まあ、簡単に TensorFlow について説明させていただきました。ちょっと画像については、はい、もうちょっとレベルが上がるので。そうですね、まず画像をそのデータ化するところとか、そこら辺が入っちゃうんで、そこら辺よりは、まあ、今回、その数値だけでできるところを扱ってみましたと。はい。はい、簡単にわかるようにね。はい。はいまあ、ということで以上になります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。